寄生町は、かつて、三重県渡来郡にあった町、南西地域に含まれる、松阪市の南西約60キロメートルにあった。1957年2月1日、山間の渡来郡柏崎村と、熊野灘に面した北室郡西樹町が合併し、渡来郡寄生町が誕生した。二千五年二月十四日に、大宮町、大内山村と合併して、大樹町が発足し、 寄生庁は廃止された。寄生庁役場にある樹齢100年のしだれ桜には、毎年多くの見物客が訪れた。海に面した西気港は、リアス式海岸の天然の良好で、ブリ漁や磯釣りで知られた。本来は、北室郡西気町と渡来郡柏崎村に、合併の予定はなかった。両地域は、方言、経済、文化ともに極端な関係はなく、また、三重県、 昭和の大合併の予定にも、両地域を合併させる指示はなかった。昭和の大合併で、柏崎村は隣接し交通、生活文化ともに関わりの深かった、大内山村阿蘇村との合併がふさわしいとされていた。一方、北室郡西町は、西に位置する木長島との合併を、県から推奨されていた。しかし、陸の孤島の孤島と呼ばれた西町との合併に、 紀伊長島地区が猛反対した。西木町と紀伊長島地区は漁業の関係から敵対関係にあり、また比較的良質な紀伊長島漁民が西木町と合併することで経済的負担を強いられるとの理由で互いに対立した。しかし、生活文化としては西木町は紀伊長島地区と交流も深いことから、 県の意向としては、昭和の大合併において、西木町は、紀伊長島地区と合併する予定であった。しかし、近地区は四方を激しい山岳地帯に囲まれた地形であり、交易も激しい山道を徒歩で行き来するに困難であり、主に船における紀伊長島地区と生活交流が親密であった。しかし、紀伊長島住民から合併において、敵対関係になり、 当時の西木町議員らが、柏崎村との合併に意欲を持ち出した。漁業を制業とする西木町に対し、柏崎村は林業とわずかばかりの平地に田畑を耕す農村であった。柏崎村と合併を県から推奨されていた大内山村は炭焼きが主産業であり、柏崎村との合併に好意的ではなかった。 貧困漁村の西木町と貧困山岳地域である柏崎村であった。そこで西木町の漁業従事者が柏崎村の貧困農村の関係者をよなよな誘うことになる。貧困漁村の西木町は柏崎村の議員らを誘い、西木町と合併すればブリ養殖の株を得ることができると説得。紀元間際、三重県町まで行き貧困漁村であった北室郡 西木町と同様貧困農村の渡来郡柏崎村の合併を提言することとなる。旧柏崎村が伊勢国、旧西木町が木の国だったことから、伊の木と伊勢の勢いをとって、帰省と名付けられた。すなわち合成地名である。1963年11月に中部電力が原子力発電所の熊野灘沿岸への立地計画を発表。 1964年に、規制庁と南東庁にまたがる足浜が、計画地に決定。以後、2000年に中止が決定されるまで推進と、反対をめぐって調整は大きく揺れ、住民は二分する議論が行われた。その一方で、中部電力からの寄付金により、小学校の体育館や公民館が建設されるなどインフラの整備も進んだ。 主要地方道一般剣道1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。